織田がつき、羽柴がこねし、天下持ち、座りしままに食うは徳川。この言葉を聞くと、いかにも徳川家康様が楽をして天下を取ったように思えまするが、実際には苦労の連続で幾度も人生の危機に陥ったといいまする。特に今回ご紹介する5名の人物たちはいずれも徳川の天敵ばかり。さぞかし家康様も震え上がったことじゃろう。果たしてどんな逸話が飛び出すのか、どうぞお楽しみくだされ。あの家康もこの人には頭が上がらなかった。織田信長、家康と共に厳しい戦国の世を駆け抜け天下人へ上り詰めた人物が織田信長です。そのファーストコンタクトは、まだ竹千代と名乗っていた家康が織田の人質として捕らわれたことから始まります。通説によると、今川の人質になるはずが戸田康光の裏切りによって織田家へ売り飛ばされたことになっていますが、近年の研究では家康の父松平広忠が織田の圧力に耐えかね、自発的に人質として差し出したという説が主流となっていますね。さて、人質交換で織田から今川へ移された家康は、元服した後は今川帰化の武将へと成長しました。ところが桶狭間の戦いで主君今川義元が討ち死に。その後、独立を志した家康は信長と結ぶことで後ろ盾を得るようになります。当初は対等な同盟だったのですが、信長が上洛し名実ともに天下人になると、家康の立場はどんどん弱くなりました。つまり対等同盟から従属同盟へと関係が変化していったのです。こうなると立場の違いは明らかでした。正室築山殿と嫡男信康に謀反の疑惑が持ち上がると、信長の機嫌を損ねまいと彼らを死へ追い込み、さらに叔父水野信元すら信長の命令で殺害に及んだのです。もし本能寺で信長が倒れていなかったら、果たして家康はどんな無理難題をふっかけられたのでしょうか。もしかすると信長の死のおかげで家康は呪縛から解き放たれたのかもしれません。実は本能寺の変について面白い説がござる。それは信長様が密かに家康様の暗殺を狙ったというもの。おい金川玉、こたび家康を機内へ招く上、打ち果たすのじゃ。それは否こと、何故でございますか。武田が滅んだ以上、家康など用済みや。やつの三河遠江駿河は我が配下に与えようと思うてな。敵は本能寺にあり、信長も家康も一網打尽にしてくれるわ。是非もなし。実は明智光秀様に家康様暗殺を命じたというのじゃ。それを裏付ける資料が本城惣右衛門覚書というもの。これは光秀様の家臣が書いた回顧録じゃが、そこには京へ向かったのは徳川様を討つためと思っていたという記述がございました。ところが光秀様は心変わりして信長様を裏切り、本能寺を襲撃するに及んだというのじゃ。果たして真実かどうかは謎じゃが、かなり興味深い説だと言えるじゃろう。家康、圧倒的戦力差で敗北を喫する。武田信玄、若き日の家康が最も恐れたといえば武田信玄を置いていないでしょう。ちなみに家康が三河遠江を領した頃、すでに信玄は油が乗り切った年齢です。その卓越した軍略にかなうはずもありません。家康も上杉謙信と連携して抵抗しようとするものの、まず絶望的だったのは戦力差でした。元亀3年、1572年、信玄が退去して浜松目指して進軍してきた時、武田勢25,000に対して徳川勢はたった8,000ほど。そこで盟友織田信長は家康を救うべく援軍を派遣しました。ところがここからが信玄の真骨頂です。
なんと美濃や奥三河へ別動隊を次々に差し向け、織田の援軍を分散させてしまったのです。結局家康の元へやってきたのは3000程度に過ぎず、これでは焼け石に水でした。それでも家康は果敢に立ち向かおうとします。ところが多勢に無勢、三方ヶ原の戦いであえなく惨敗し、家康は命からがら浜松城へ逃げ帰るしかなかったのです。徳川勢を叩き潰した信玄は悠々と西へ軍を進ませ、やがて三河の野田城を囲みました。もはや家康には武田勢を止める手段などなく、このままでは三河全域は武田の手に落ちてしまうでしょう。しかし運命は家康に味方しました。野田城の陥落とともに信玄の体調がにわかに悪化、武田勢は潮が引くように粛々と去っていったのです。こうして家康は絶体絶命のピンチを脱しました。なぜ武田信玄様が徳川家康様を目の敵にしたのか、それは信玄様にとっても切実な事情があったからなんじゃ。北に上杉、東に北条、そして南に今川か。これ以上どう頑張っても領地は増えんぞ。確かに上杉は強すぎるし、北条今川は同盟相手、親方様手詰まりでございます。おお、それなら徳川はどうじゃ。今ならまだ弱いし、あやつは宿敵上杉と結んだというからな。それは明暗、後ろ盾の織田は浅井朝倉との戦で手一杯のはず。今ならやれましょう。よし、そのまま織田も潰してしまおう。瀬田に武田の旗を掲げるのだ。つまり武田にとって一番弱い相手を選んだだけのことじゃった。弱肉強食の乱世では当然のことじゃろう。しかし武田の攻勢をしのぎ切ったことで、家康様は貴重な戦闘経験を積むことになられたのじゃ。家康、恐怖のあまり悪夢を見てしまう山形正景。盛況な武田勢の中で家康が最も恐怖した人物が武田四天王の一人、山形正景です。常に先鋒としてあらゆる戦場で軍功を挙げ、その神駆の集団は赤備えと呼ばれて恐れられたとか。家康が惨敗を喫した三方ヶ原の戦いでも、正景は完膚なきまでに徳川勢を打ち崩しています。山形勢の猛攻で味方が次々に倒れる中、どうにか家康は浜松城へたどり着きました。戻るなり、さても山形というもの恐ろしき武将ぞと恐怖に打ち震えたそうです。さて、信玄が亡くなっても恐怖は終わりません。武田家を継いだ勝頼はなおも遠江や三河へ進攻を重ね、その度に正景が出てくるのです。味方は赤備えが現れるとお呼び越しになってしまい、惨敗を続けるばかり。家康は毎夜のごとく正景に討ち取られる悪夢を見てうなされたとか。きっと顔も見たくない存在だったのでしょう。しかし天正3年1575年に起こった長篠の戦いでは、ついに宿敵の正景を討ち取りました。きっと家康もほっと胸をなで下ろしたに違いありません。その後、正景の赤備えは徳川四天王井伊直政へ継承され、盛況舞台に恥じぬ活躍を遂げたといいます。物の人は強き者に大きな憧れを抱く者、それは憎んだ敵に対しても同じことでござる。家康様にとって正景様は恐怖の対象でありながら尊敬する存在でもござったのじゃろう。こんな逸話からも伺えまする。おお、おの子が生まれたか。どれどれ、抱かせてくれぬか。これは上様、ありがたいことでございます。良い面構えをしておる。もう名はつけたのか。いえ、これからでございます。ならば幼名は山形と名付けよう。は、いや、山形でございますか。それはちょっと。何を言うか、あの山形正景殿にあやかれという意味じゃ。家康様の心遣いに本田信俊様は泣いて感激したと言いまする。
もしかすると山形正景様は家康様にとって終生忘れられない存在だったのやもしれませぬ。大地震のおかげで滅亡の危機から脱する羽柴秀吉、本能寺の変で織田信長が倒れた後急速に台頭してきたのが羽柴秀吉です。山崎の戦いで明智光秀を破り、続く賤ヶ岳の戦いではライバル柴田勝家を滅亡へ追い込みました。一方家康は秀吉に対して警戒心を抱いています。そこで信長の次男信雄を味方に引き入れると奇戦を制して兵を挙げました。天正12年1584年、尾張小牧において両者は対峙しますが、共に決定打が出ないまま戦況は膠着。やがて信雄が羽柴方と単独講和を結んだことで家康も領国へ戻ることを余儀なくされています。しかし家康の強さに危機感を抱いた秀吉は、今度こそ徳川を滅ぼすべく着々と準備を進めていきました。秀吉は翌年になると徳川と同盟を結んでいた雑賀衆、根室衆、そして長宗我部元親を屈服させ、ついで清洲城や長島城を大改修した上で兵糧、軍需品の集積地としています。さらに10万以上に及ぶ大軍の手配も進め、軍道の拡充整備を指示しました。もはや家康の命運は風前の灯火であり、徳川の滅亡は避けられないでしょう。しかし諸大名に対して出陣の号令が下る直前、思わぬ異変が起こったのです。天正13年1586年正月、中部地方を震源とするマグニチュード8クラスの大地震が発生。飛騨や越中だけでなく美濃、伊勢、尾張といった地域に甚大な被害を与えました。たまたま近江にいた秀吉は揺れに驚いてすぐさま大坂城へ戻ってしまいます。せっかく整備した羽柴方の拠点の多くも損壊を受けてしまい、もはや合戦どころではなくなりました。こうして侵攻作戦が頓挫したおかげで家康は九死に一生を得ました。その後秀吉は方針を討伐から融和へ切り替え、家康の心中へとつながっていったのです。ちょうど秀吉様が進行準備を進めておられた頃、家康様は大変な苦境にあられました。小牧から浜松へ戻られると体調不良を訴え、すっかり寝込んでしまったからじゃ。なんでも背中に腫物ができてしまったとか。やぶ医者の診療など受けられるか。とっとと追い返せ。しょうがないともじゃな。このままでは命が危うくなりますぞ。自分のことは自分でわかる。ほっといてくれ。さすれば庭先をお借りいたしまする。さくだ、何をするつもりじゃ。いやいや、殿が亡くなってもお供できるよう先に冥土へ行ってまいります。待て待て、何も死ぬことはなかろう。ややこしいやつじゃ。わかった、医者の診察を受けるゆえ安心いたせ。いかにも重次様は三河武士らしい頑固っぷりでございましたな。しかしその勇気ある振る舞いが家康様の命を救ったと言えるじゃろう。とはいえ天候不順や相次ぐ合戦で両国は疲弊しており、もし秀吉様の侵攻を受けたならば、おそらく徳川の滅亡は避けられなかったじゃろう。まさに家康様は九死に一生を得たのじゃ。大坂夏の陣で人生最後のピンチに真田信繁。家康にとって真田親子は天敵でした。真田昌幸は徳川の攻勢を2度も跳ね返していますし、次男の真田信繁は大坂夏の陣最後の場面で家康を窮地に追い詰めています。慶長20年1615年、豊臣と徳川の戦いはほぼ勝敗が決しているとはいえ、信繁は乾坤一擲の作戦を練り上げました。それは味方の部隊と協力しつつ一気に家康の本陣を突くというもの。とにかく前へ前へと突き進み、家康の首を上げるつもりだったのでしょう。真田信繁隊と毛利勝長隊は脇目も振らず突撃し、瞬く間に敵の前衛を突き崩します。
本田小笠原の所帯はあっけなく蹴散らされ、挙句に三方ヶ原以来倒れることがなかった家康の馬印が踏みにじられてしまったとか。旗本衆が家康を置いて三里も逃げたそうですから、相当な苦戦だったことは間違いありません。敵が間近に迫る中、家康は何度も自害を決意したそうですが、それでも逃げて逃げてようやく命を拾ったといいます。一説には老齢ながら牙で逃げていたようで、日頃から鍛錬を怠らなかった賜物だったのでしょう。やがて体制を立て直した徳川方は、突出しすぎていた豊臣所帯を押し返しました。ついに家康を討つ可能性は失われ、信繁らは雪崩を打って敗走していったのです。実は現在でも根強く信じられておる説がござる。それは大坂夏の陣において家康様が討ち死になされたというもの。にわかには信じがたいのじゃが、大阪府堺市の南州寺には家康様のお墓があるのじゃとか。なんだと、大御所様が討ち死になされた、それは間違いないのか。なんでも後藤又兵衛の槍によって疲れたとのこと、南州寺へ着いた頃には絶命されておりました。ちょっと待て、史実では又兵衛は昨日のうちに討ち死にしておるはずじゃぞ。まあそこのところは伝承でございますので多めに見ては。まあよい、しかし大御所様の死は隠されば影武者を探そう。それなら風貌が似ているという小笠原秀政様などはいかがでございましょう。バカ者、秀政様は大御所様の孫にあたるお方じゃ、そんなことできるか。いやでも伝承ではそうなっておりまする。伝承いわば言い伝えは大変興味をそそるものじゃが、時に不正確なもの。おそらく影武者説も家康様を討ち取ったことにしたい豊臣びいきの者たちが勝手に作り上げた話だったのじゃろう。歴史って本当に面白いですよな。家康様が恐れた5人はいかがじゃった。5人とも名声も実力もござり、家康様に負けず劣らずの方々でございましたな。皆様の考える家康様の恐れた人物も教えてくだされ。何、わしに怖いものがないかって。ない。何、本当にないかって。本当はあれ、教えてくれって。しょうがないの、名古屋城に来てわしに聞いてちょうだい。こそっと教えてあげるわ。名古屋城で待っとるもんでね。最後に重大発表じゃ。この度公式 LINE ができ申した。公式 LINE では歴史を学べるクイズ、初級、中級、上級とございますので挑戦してみてくだされ。そしてわしの名古屋城の出陣情報もわかりますので、名古屋城へ来る者はぜひ来る前に登録してちょうだい。登録は無料でござる。概要欄からどしどし登録をお願いいたしまする。日々怖いものがあるもの、このチャンネルの動画を見れば怖いものがなくなって元気になること間違いなし。お主たちがすること、そうじゃな、それは援軍チャンネル登録じゃな。何、恐ろしさがなくなる。それでは良いね、高評価も押すのじゃ。そして怖いものなんてないとやぶみコメントしてちょう。これでお主が恐れるものは何もござらん。これからも動画見るんじゃぞ。それではまた。